ろ。では皆さんから2016年、そして2019、26K5 シーズン、平田市北九州で記念していきました。寺岡さんのこれまでの健闘をたたえまして、皆様改めて大きな拍手をお願いします。それでは皆さん、まずは大型アンジョンにご注意ください。何年間か知りませんけど、現役生活、本当にお疲れ様でした。テラが、両膝の手術をした時、僕も数年前に同じような膝の、手術を両膝でして戻ってくるの大変やろうなっていうところで、リハビリなど見てる時に前向きに取り組んでる姿、そしてそういう姿を若手が見て、成長してるっていう実感もあったんで、本当にチームに欠かせない存在だったなと思います。センターバックも一緒に組みましたが、怖くて、僕はもうついていくだけだったんですけども、これからテラの鬼軍曹、僕が引き継いで若手ビシビシやっていくんで、心配しないでください。本当に現役生活お疲れ様でした。寺岡先輩、7年間のプロ生活お疲れ様でした。1年目本当にたくさん怒られ、本当に練習に行くのが嫌な時たくさんありましたけど、成長させてくれたのは寺岡先輩です。これから寺岡先輩の熱い魂は僕が受け継いで、これからしっかりチームとしても個人としても飛躍できるように頑張ります。本当にお疲れ様でした。岡村選手、田原選手からのメッセージでした。ありがとうございました。続きまして、寺岡さんより皆様へご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは、寺岡です。ありがとうございます。まずはじめに、コロナ禍の中、このような、素晴らしい機会を作っていただいた、ギラバンツ北九州のクラブの皆さん、ありがとうございます。ギラバンツ北九州で、プレーした時間、そして北九州に住んでいる時に、お会いして出会ったたくさんの方々のおかげで、僕は、北九州という街が大好きになりました。そして2月からスポンサー企業でもある、全輪で働かせてもらってます。ミラマンス浜井社長、前任の役員の方々のたくさんの方のお力添えのおかげで、社会人として、新たなスタートを、切ることができました。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。これからは、私も、皆さんと同じサポーターです。この町にこのクラブがあり、このクラブが僕たちに元気を与えてくれるような存在になってほしいと本当に思っております。プロスポーツなんで結果は大事ですが、見ている人を元気にさせるのが、使命だと思いますので、生き生きとしたプレーを、スタジアム、またテレビの前で見て、僕たち市民を元気づけてほしいと思っております。後輩方、よろしくお願いいたします。最後になりましたが、僕を大好きなサッカーをさせてくれた家族、どんな時も、寄り添って支えてくれた妻と息子、その他大勢の方にお世話になりながら、僕はサッカー選手を
することができました。本当に、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは寺岡さんに花束の贈呈です。まずは池本智樹クラブコーディネーターからお願いいたします。寺岡さんのご家族のご家族の皆様からです。よろしくお願いします。寺岡さん、本当にありがとうございました。さて、お疲れ様でした。